そう、奴らとんでもないことを。おい、そこのゴリラ、さっさと下着を脱げ。コウリキ先輩、ここはおとなしく従った方がいいです。妹に叱られてしまうではないか。え、クン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 。お前、カバンの中に下着を隠してるんじゃないか。え、いや、そんなわけ。見せろ。驚いたか。俺の鼻は盗木の次に。この下着からはお前の匂いしかしない。まさか自分の下着を持ち歩いてるのか。いやいや、これはその留守中にアンナ先輩に盗まれないため、じゃなくて僕の精神安定のためなんですよ。自分の匂いってすごく落ち着きますよね。お昼の休憩時間とかトイレにこもって全身に自分の下着を乗せて瞑想したりとか。そうか、お前頭がおかしいんだな。うちの盗木、板だけの城と肩を並べるほどに。あんなのと一緒にするな。変わった趣味を持っているんだな、奥間は。だが安心しろ、誰にも喋らないからな。俺は受け入れるしな。いや、ですからこれは。どうしたお前、大丈夫？今だ、取り押さえろ。今だ、みんなどうした？